はい、どうもこんにちは。ステラナイツグランドオーケストラのドラムさんと MC の岡田理沙です。はい、吉田健です。奥村愛です。古澤守です。桐田芳恵です。では本日もこの5人で行ってみますよ。イージーリスニングミュージックラボ。ということで今回も宮近木小金井ショールームさんからお届けしていきます。先週はですね、ラブストーリーをテーマにね、うん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 、もうそうだね、あのこの間のプレビューとか強力だね。キビちゃんは実体験のラブストーリーをお話しいただいて、じゃあ古澤君、古澤さん行きますか。僕はね、映画で、好きなラブストーリーだからね。ラブストーリー、はい、もうあのウォータールブリッジっていう、ウォータールブリッジ、日本語タイトルだと哀愁、哀愁、ビビアン・リー、ビビアン・リー、古いね、また、はい、白黒の映画なんですけど、もう、まあ、あのハッピーエンドじゃないんですけど、俺はもう切ない、切ない。今まで見た恋愛、まあ、恋愛の映画とかあんま見ないんですけど、見た中でじゃナンバーワンですね。あ、そう、へえ、渋い。その映画のテーマ曲みたいなのが、ホタルの光なんですよ。パシンクの最後に流れるやつでしょ。そう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 。あ、それが主題歌なの？多分あれが主題歌ってことなんだけど。地味だね、本当に。それがまたね、素敵で、あ、そうなの、素敵な場面でまた使われるんですよ。素晴らしいですよ。一度見てみましょう。見てみましょう。生まれる前で。見てみましょう。はい、奥村さんおすすめのラブストーリーは？私ね、恋愛映画に全然興味がなくて。バイちゃんは本当にそういうとこも面白いよね。やっぱなかなかいないですよ。出てこなくて。そう。なんかサスペンスとかそういうのしか見ない。ケンさん、うん、ありますか？僕はまあ映画ね、まあいっぱい名画ありますけど、50回目のファーストキス、ああ大好きです、私も。映画がちょっと可愛くてね、コメディタッチで、とてもいい映画なんですよ。でハワイのねが舞台でね、あのね、かわいそうな病気の女の子がいて、今起こったことがもう10秒に忘れちゃうっていう、その病気なんかあるんだね。で、まあ、その子とまあ恋に落ちるんだけど、でまあデートもしたりするんだけど、でももう昨日のことはもう忘れちゃってるし、また会ってもあなた誰って言われるような、そのあれなんですよ。でもその男の子が一生懸命頑張って恋人になるんだけど、で何回もキスするんだけど、その子にとってはいつもファーストキスなんですよ。うん。でそのね感じがとっても可愛くてね、ハワイのシーライフサークルがあるんですけど、あそこを舞台にね繰り広げられる、とてもハワイも好きだし、そのなんていうかな、カラッとした気候の中で、ちょっとねこう苦しみながらも恋に落ちていく2人のドラマね、とても見た、はい、見ました。可愛いですね。でも邦画を選ぶのは意外でした。福田雄一監督のですね、50回目のファーストですね。アメリカ映画ですけど、あれ邦画の方言ってるんじゃなくてですか？お、いいすれ違いしましたね。じゃあね、2つあるっていうことで、絶えず洋物だからラブストーリー、私も映画なんですけれども、まあ悩みましたけれども、エターナルサンシャインという映画、また複雑怪奇な現代ポンモロっぽいね。ミシェル・ゴンドリーっていう、あのミュージックビデオも結構いっぱい作ってる監督が いるんですけど、ミシェル・ゴンドリーね、はい、大好き、うん、はい、あの彼の映画で男女のカップルがいて、その失恋をした記憶を、その彼女の記憶だけ消すっていうことができる。でお互いに、彼女が先に消しちゃって、それを知った彼は自分も彼女の記憶を消しているっていう、まあ、ストーリーなんですけど、簡単に言うと、まあ、ミシェル・ゴンドリーだからかなり映像もギミックなんじゃないの？もう映像すごく素敵で、あとはそのサウンドトラックもすごく良くて、だろうな、ジョン・ブライオンっていう作曲家が基本的に作ってるんですけど、それももうサウンドラック聞くだけで、はぁってもう、まあ、切ない映画です、はいはい、じゃあついでに今度僕のね、はい、ラブストーリーね、はい、そうだね、やっぱり本当にいっぱいあるんだけど、ローマの休日っていう、まあ、オードリー・ヘップバーンとね、グレゴリー・ペックっていう、グリー新聞記者と、しがない新聞記者と、まあ、お嬢様がね、あの普通ので恋をするんだけど、あれは本当に2人は最終的に恋に落ちちゃったと思いますか？私小さい時に見たので、そこまで深く見てない。え、ローマの休日を見てないの？立ち上がっちゃった。すごいなお前って。え、見てるよね？見てないの？まあ女王様がね、オードリー・ヘップバーン演じる女王様が、もうこんな女王様の生活なんで、もう貴族さんやっつって、
私服に着替えて町ローマの街をうろついて、ある新聞記者と出会って、でいっぱいいろんなおもしあの遊びをね、船に乗ったりいろんなことして遊んで、でそのまあ市民の生活を満喫するわけですよ。ところがまあ、新聞記者なんで、まあ、女王がいなくなったってことになって、でまあそのでもそれをまあ返してあげて、お城に。で翌日記者会見で、その先輩でそのグレゴリー・ペックの記者とオードリー・ヘップバーンの女王、本当の女王が出会うわけですよ、うんうんうん、であなたはそうだったんですねってことはまあ交わさないわけですよ、こちらはね、うんうん、とても楽しかった、ありがとうっていうのことをこうあの気持ちを表して、うん、とてもね、オードリー・ヘップバーンはもうグレゴリー素晴らしい映画なんですけど、うん、ロマンホリデーっていうチャンスあったらそのぐらい見てください、ね、ということでケンさん、私たちのファーストコンサートのお知らせしないです、うん、これで初めてじゃないですか、初めて情報解禁なの、はい、そうですが、やっとね、昨年立ち上げたオーケストラ、うん、皆さんのおかげで、やっとファーストコンサート、デビューコンサートが決まりました、7月12日渋谷の大和田にある桜ホールというところでね、やります、はい、僕のそしてメンバーのね、今まで頑張ってきた気持ちと音楽性をね、皆さんに届けたくて、これから頑張っていきたいと思いますので、どうぞ、皆さんで家族でご夫婦で、恋人と友達とぜひねお誘い合わせので来てください。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ今日は最後に曲何聴きましょう。そうだね、うん、じゃあ、はい、シックスペンス・ナンザ・リッチャーでキスミー。皆さんこちら右上のクリックしていただきますと聞けますので、ぜひお聞きください。はい、今回も楽しいメンバーでお送りいたしました。毎週来てほしいまた来週もお会いしましょう。さよなら。